らっしゃ。戦場を広く見なくても戦場に立つ以上覚悟はできている。彼らの死を無駄にはしない。先制奇襲有利を思います。はっ、はい、勝利、皆の心燃やします。鍛錬、研鑽、実戦でも裏切りません。進みますわよ。おっしゃー、行くぜ。助かるぜ。この首よこせ。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。なんて頼もしいんでしょう。あと何度戦えばいいのかしら。こういう罪。はいはい、行きますか。ええ、任せてちょうだい。もういい、眠っちゃダメだ。しない方が良さそうだな。戦場に立つ以上覚悟はできている。敵に情けをかける余裕はないのだ。
戦いは疲れる。すごいな。戦い、すべて大義のためです。死にてえやつからかかってきな。戦場を広く見なくて。さあ、進みますわよ。はい。皆を導かなくては。戦場を広く見なくては。進みますわよ。てい！よっしゃあ、行くぜ！はいはい、行きますか。怠けるわけにもいかないじゃない。引きこもれないよう変えなきゃ。やるね、思いっきり。何が相手でもペルは勝つ。もう尊敬しちゃう。戦場に立つ以上、覚悟はできている。ただ勝利のために。どりゃー、これも未来のための一歩。先制奇襲、有利思います。障害排除です。やあ、任せてちょうだい。邪魔する奴は残らず撃つ。あと何度戦えばいいのかしら。いいか、眠っちゃダメだ。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。
バリナ。ごめんなさい。よいしょ。トゲばかり磨いて花は残ってるかしら。あら、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝です。ありがとう。こちらですね。ありがとうございます。またの。戦場に立つ以上、覚悟はできている。さあ、進みますわよ。戦場を広く見なくては。やっ！勝てたね。はいはい、行きますか。仕方ないな。ごめん、私まだ死にたくないの。ちょっと心外。先制奇襲、有利を思います。引き込
こもれないよう変えなきゃ。ええ、任せてちょうだい。おっしゃー、行くぜ。あと何度戦えばいいのかしら。眠っちゃダメだ。やってるよ。まだ。死なずに済んだ。さあ次だ。慎重にお願いします。仕方ないな。これ以上は期待しないでよね。強くなっちゃった。はっ！これで戦況が動く。こんな。はい。はい。取れよ。
しまえですわよ。敵に情けをかける余裕はないのだ。ここは慎重に参りましょう。これも未来のための一歩。はいはい、行きますか。本気が見たいの。ごめん、私まだ死にたくないの。皆を導かなくて。Thank you.
対しないでよね。すげえじゃん、俺も負けねえ。よし、勝てたね。まだ成長でき、あら、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝です。ありがとう。ありがとうございます。終わったよ、先生。
もう少し上達し、見えてきた見えてきた。これをうまく追い、うん、よくやってくれた、感謝する。あれ、ベルナデッタ、F では折ったんじゃなかったの？うるさいです、余計なお世話ですよ、リーハルトさん。いやーよかったよ、僕も少し心が痛んでたからね。ま、僕はもう君の絵に意見しない方が良さそうだけど。知りません。この状況ってなんて言うのかな。何ですか、この状況が何？ベルが邪魔ってことですね。わかりました、今すぐ片付けて帰ります。そうじゃないって、人が二人いるのに一緒にいる感じがせず、それぞれ一人でいるみたいな状況さ。それぞれ一人、そう、なんでしょう、私はずっと一人ぼっちでしたので。うん？一人ぼっち？そうか、それなら二人ぼっちってことだね。一人ぼっちが二人で二人ぼっち、どうだろう？二人ぼっち、何ですかそれ。まさか一人ぼっちがいいからベルは帰れっていう遠回しな言葉ですか？そうなんでしょう。帰らない方がいいよ、何しろ二人ぼっちは作業に適した状況だからね。一人でいる時のような集中力を保てながら、二人でいる時の緊張感をも持てる、これは素晴らしい環境じゃない。君は二人ぼっちの効果を実感してる？私はその一人の方が好きな気がしますけど、リンハルトさんの隣で絵を描いてると、ここ指摘されそうとか考えちゃいますね。それが緊張感ってことなんでしょうか。だとしたら効果はあるかも。まあ僕は好きに指摘するけど、ほらその絵も随分上達したね。輪郭が正確だし、色の重なる部分の使い方もなかなかうまい。それにね、リーハルトさんが褒めた。これは明日雪、いや嵐ですか。僕は思ったことを言ってるだけなのに。まあいいや。それでどうやら君は才能があるのかもね。それに努力家でもあるし。また何を企んでるんですか。褒めたって何も出ませんよ。まさか、あ、私の心を奪ってあんなことやこんなことを。ん？君の心は褒めると奪えるのかな。そんなことありませんから。ベルの心は鋼鉄です、奪えません。そうか、残念だな。じゃあ褒めないことにするよ。え？いや、もっと褒めてくれていいんですよ。よくわからないけど、わかったよ。君は可愛いね。おお、メルセデス、奇遇ではないか。あら、フェルディナント、あなたもお祈りに。ああ、そうだ、それに大聖堂の空気が好きでね、この神聖で荘厳な雰囲気貴族にふさわしいと思わないかね。そう
そうだろう。やはり分かるものには分かるのだな。そもそも信徒である貴族は祈りの務めを果たさなくてはならん。信仰の面でも貴族が平民の模範となる。これも貴族の大事な役割だと思わないかね。そうね、そういうこともあるわよね。にもかかわらずだ、ほとんど祈りもしない貴族も少なくない。今もこの大聖堂にいるのは君と私だけ。なんと嘆かわしい状況か。私は厳密に言うと今は貴族じゃないんだけど。貴族たちの誇りが失われかけている。君はよく一人で祈っているのかね。そうね、よくあるわね。やはりそうか。しかし無理強いはできんな。真の貴族ならばいかに祈りを捧げ、いかに信仰に対するかを自ら決めねばならん。他人に与えられる信仰など本当の信仰ではないと思わないかね。そうね、うん、そうよね。だからといって手をこまねいているわけには。なんだか眠くなってきちゃったわ。じゃあね。君は何か考えはないか。ん？メルセデス？どこだ？まさか何か行動を起こしに行ったのか。私も負けていられんな。フレン、謝罪させてくれないかね。フェルディナンドさん、謝罪とは何のことですの？前に武具を手入れしていた時、君に怪我を負わせそうになっただろう。あれ以来君に避けられている気がしてね。改めて謝りたいと思ったのだ。ああ、避けているだなんて。そんな、少しはあるかもしれませんけれど。やはりそうか。ならば私に。違うのです。避けてしまったのは恥ずかしさゆえですの。あなたって割と細身だと思っていたのに、とても強い力で抱きしめられて、それ以来ドキドキしてしまってまともに顔が見られませんでしたのよ。そうだったのか。まあ日頃から鍛えているからね。戦場では怪我人が後を絶たないから、人を抱きかかえるなど日常茶飯事だし、そんな時は男も女もお構いなしだからね。君など相当軽い部類に入る。だからまあ、そのなんというか。そうでしたの、人を抱きかかえ慣れているということなのですね。あ、いや、それは語弊があるな。抱えるのは人を助けるとき緊急時のみだよ。わかりましたわ。私を抱きかかえたのも人助け、ドキドキする必要もないということですね。それでしたら人助けでなく抱きかかえてみてもらえますか。は？なぜなのだね。私、あの胸のドキドキをもう一度経験してみたいんですの。どうかしら、フェルディナンドさん、あなたの腕は人助け専用なのかしら。なるほど、私は勘違いしていたようだ。君がこれほどに純真無垢だったとは。私は認識を改めねばなるまい。よかろう、君の望むまま抱きかかえてみせるとも。あ、ありがとうございますわ。では早速お願いしてもよろしいかしら。ああ、もちろんだとも。お安いご用さ、お姫様。あ、だがセテス様にだけは秘密にしておいてくれ。当然ですわ、あなたを失いたくありませんもの。あいつらまた喧嘩始めやがった。おらー、いっけねえ、
今度こそ見守ってみるんだった。くそ、やっぱ我慢できねえ。待てお前ら。カスパル君、やっぱり喧嘩がしたいだけなのね。でもいい顔してるな、本当に楽しそう。これにて一件落着。で、ヒルダ、見てたのか。え、見てたって何を？何をって、喧嘩だよ喧嘩。今そこで俺がやってたやつ、お前に見守るのも大事って言われて何度か我慢してみたんだけどよ、俺には全然無理だったわ。けど悪は成敗されたしいいよな。そうね、アスパル君がそうしたいんならそれでいいんじゃない？いいのかよ、なんか意外だな。怒るかと思ったのに笑ってるしよ。別に怒る理由もないし、むしろいいもの見ちゃったなって。カスパル君すっごくいい顔してたし、楽しそうだったしさ。まあ喧嘩は燃えるもんだぜ。心が奮い立つっていうか。あ、お前やっぱ見てたんじゃん。でも止めなかったんだな。私が止めるわけないじゃない、そんな面倒なこと進んでしないわよ。それよりもカスパル君の顔惚れちゃいそうなくらい良かったよ。惚れちゃうってなんだよ。ヒルダは喧嘩が好きなんか？まあ俺が喧嘩好きなのは否定できそうにねえけどな。セデスさん、お借りしてた偶話の本お返ししますね。聖人インデハさんの活躍が面白くて一気に読んじゃいました。早いな。面白かったなら何よりだ。ん？何やら紙が挟まっているが、これは絵か？はい、返してください。間違って挟みっぱなしに。いや、間違ったわけではないのでは。これは挿絵だろ。なるほど、絵があった方が良い場面に挿絵を挟み込んでくれたというわけだな。違います、自分のために描いたんです。読んでたら妄想が膨らんじゃって、それで撮り忘れて。しかしこの挿絵は素晴らしいぞ。これがなくては私の本は不完全なくらいだ。ん？このインデッハと仲睦まじそうな男は私に似ている気がするが。それはセイ・キッホルさんです。インデハさんの親友って書いてあった。厳しいけど優しいお兄さんって感じだったので、多分セデスさんみたいな人かなと思って書いたらとても似ちゃいましたね。そうか、セイ・キッホルの絵の元になるとはな。なんとも複雑な気分ではあるが。復讐したい気分？やっぱりダメでしたか？違う、複雑な、つまり嬉しさと恥ずかしさが共存する気分ということだ。私が聖インデッハと親友のような気分になってくるからな。実際聖キッホルと聖インデッハの二人は良き関係だったと多くの記録が示している。願わくはこれからも二人のように私たちで力を合わせていきたいものだな。え、なんでそこで私たちの話に？二人と同じく我々はキッホルとインデッハの紋章を持つ同士だ。この本も文を私が、絵を君が担当した力作と言えるだろう。せっかくだから絵も色付けしてしっかりと本の一部として閉じることにしよう。それってベルがやるんですよね？自信ないですよ。さあメーチェ、今日こそは寄り道しないで真面目に買い出したよ。あらあら、アンは偉いのね。じゃあ
真面目な買い出しは任せちゃおうかしら。私はいつも通りのんびりあちこち揺らせてもらうわね。ずるい。じゃあ私も。姉ちゃんたち、ずいぶん楽しそうじゃねえか。あら、知り合い？そんなわけないじゃない。何の用ですか？ごめんなさい、私たち急いでるので。待てよ、楽しいお買い物の最中みたいだが、その金俺たちから絞り取ったもんだろ。だったら俺たち平民が取り返してもお互い様ってもんだよな。メーチェ、危ないから下がってて。調子に乗らないでください。痛い目を見なければわからないんですか？私、あなたより強いと思います。試してみますか？てめえ、言わせておけば。あ、向こうから騎士様が。何？今のうちに。ここまで来れば大丈夫だよね。もうダメじゃない。あんなことしたらあんらしくないわ。だってメーチェが危ないと思ったから。もう私のせいにするの？もう知らないわ。何よ、私はただメーチェを守らなきゃって。セテス様だわ。木を見て逃げ。ほう、本を読んでいるのか。君は本が好きなのか？読書好きですの。もう読み終わりましたので失礼します。ほう、それは好都合だ。好都合とは？少し付き合ってくれ。これから短い話を読むから聞いていてほしいのだ。昔々、ある寒い地方の山奥に怠け者の狐と働き者のリスがいました。せわしなく働くリスの横で怠け者の狐はいつも遊んでばかりいました。秋、リスが冬に備えてどんぐりを集めている間もやっぱり狐は遊んでいました。やがて長い冬が訪れました。山は深い雪に覆われ、食べ物を隠してしまいました。空腹の狐はリスの家を訪ねましたが、リスは家の扉を固く閉ざして冬眠中。たまに目を覚ましてもどんぐりをかじってすぐにまた眠ってしまいます。狐は仕方なく寒い森の中で食べ物を探すしかありませんでした。哀れ、狐は空腹を抱えたまま春が来るまで森をさまよい続けました。今でも狐が冬眠できないのはそういうわけだったのです。そういうわけだったんですね。私も小さい頃はそういう偶話をよく読んでもらったな。でも怠け者の狐と働き者のリスの話なんて初めて聞きましたよ。そうだろうな。何せこれは私の自作なのだから。これセテス様が作ったんですか？ああ、フレンも幼い頃偶話を聞くのが好きでな、よく読み聞かせていたのだ。今のは新作だ。修道院にいる子供たちのために久々に書いてみたのだよ。でどうだろう、感想を聞きたいのだが。かわいいです。かわいい。小さな妹のために偶話を作るセテス様、想像するとすっごく可愛いですよ。いかつくて見透かされてるみたいで
ちょっと怖いセテス様も可愛いところが終わりなんですね。ちょっと見る目変わりました。いや、そういうことを聞きたかったのではないのだが。フレン。お兄様、また私に文句をおっしゃりにいらっしゃったんですの？いや、お前こそ私に文句があるのではないのか？いいえ、だって私が何をしてもお兄様は私を心配なさるでしょ？そうだな。確かに私はお前がどこで何をしていてもお前を心配するだろう。だが私はあくまで兄として妹のお前を大切に思っているだけなんだ。お前を苦しめたいわけではない。それだけは分かってほしい。もちろん分かっていますわ。大切に思ってくださるのは嬉しいですし、感謝もしていますわ。それにお兄様が過保護になったのは幼かった私のせいなのですから、私がお兄様を責められるはずがございませんもの。フレン、お前は悪くない。悪いのは私だ。かの海戦で幼いお前に負担をかけすぎた。戦力の不足など何の言い訳にもならん。その上お前の不調に気づかず、我が妻、お前の母までも危険にさらし、そして失った。戦後たびたび休眠を取らなければ生きていけない体になったお前を見て、私は誓ったんだ。残りの生の全てをかけてお前を守り抜くと。確かにこの体になってから眠るのがとても恐ろしくなりましたわ。けれどそれでも私は寂しく暮らす方が嫌なんですの。今だけでも他の皆さんと同じ普通の女の子として暮らしたいんですのよ。皆さんと一緒に生きて一緒に戦った、お父様とお母様がいたあの頃のように。そうか、そうだな。いつかお前は私の元を離れていくのだ。どれほどの時代を超えて生きようとも、これだけは変わらない。お父様。フレン、その呼び方は。誰も聞いてはいません。今だけはお父様と。私はお父様と二人で静かに生きた日々が嫌いなわけではありません。けれどもきっと私はもう子供ではないのです。お父様がお母様と出会って私が生まれたように、私もまた。ああ、分かっている。だがそれ以上は言わないでくれフレン。お前の成長は父としてとても嬉しいよ。何が起ころうと私とお前をつなぐ絆はある。だがせめてこの戦いが終わるまではお前を心配することを許してくれ。父としてお前を失いたくない。かけがえのないお前を。わかりましたわ。仕方がありませんね。お父様にはお父様とお母様の二人分心配することを許してあげますわ。二倍までですからね、キホルお父様。あ、ありがとう、セスリン。